元モーニング娘。で、タレントの矢口まり41、石川理香39が29日、東京都内で行われた人生が輝いたブロガーを表彰する、アメーバ 20th アワードありのままが、ここにある。に登場した写真、矢口まり石川理科が体調不良の辻のぞみのピンチヒッターで登場大丈夫でしょうか、私たちで。この日は当初 殿堂入りブロガーである辻希美、37、が出席予定だったが、体調不良で欠席。急遽ピンチヒッターとしてモームス OG の矢口、石川が駆けつけた。26日には、辻と俳優、杉浦太陽、43、夫妻の長女、ノア、ノア、さんが、17歳の誕生日を迎え、新規のインスタグラムを開設。芸能事務所に所属していることを明かし、 フォロワー数は現時点で、インスタグラム54万人、YouTube は33万人を突破する人気ぶりで話題を呼んでいる。キソラさんの話題になると矢口は、すごい反響でびっくりしてます。総フォロワー数は1日にして抜かれました。もともとノアちゃんかわいいから、アイドル気質だし、とスター性を絶賛。石川は、小さい時から見てきているので、我が子が育ったような感じ。 ハロプロプ OG には、前もってのん、のぞみ、が、娘がデビューするっていう報告をしてくれて、みんなおめでとうって、フォローしてる、木空には我々がついていますと笑顔でエールを送った。